力になってくると思うので、瞬きしないで10秒ぐらいで終わってしまうので、うん、まあ、10秒瞬きしないっていうのはちょっと難しいかもしれないんですけど、よく見ていてほしいなと思ってます。まあ、やはりそして使う技それぞれ事前に決まっています。あの13歳の斉藤佳菜子がチソビチナという、ね、はい、大技に挑んできます。4人目に演技を行います。はい、チソビチナはかなりパワーが必要になってくるんですけど、はい、13歳でそこまでできるっていうのは私はこの年になって何年もかけて頑張ってきたのでちょっとすぐ抜かされて悔しいなとはちょっと正直思ってます。そうですか、はい、まあ、本人も頑張って頑張ってやっとできるようになった技ぜひ見てほしいというふうに話しました。はい、前半4人目に演技を行います斉藤佳菜子、その演技に一つ注目です。そして男子の最初の種目はゆかです。塚原さん、ゆかはどんな風に見ていくと楽しめますか？ゆかは着地が多いんでね、はい、その一番分かりやすいので着地がいかに決まるかっていうのがポイントになってきますね。着地ですね。そうですね、もうこれかなりちょっとこう跳ねてしまったりですとか、そうですね、はい、いうこともあり、これうまく衝撃も吸収しながらですよね。そうですね、良すぎても飛び出ていってしまうので、はい、そのあたりの調整をうまくできた選手がまあ、上位に来るかなと思います。はい、まあ、なんといっても去年の世界体操北九州で種目別で銀メダルを取った南一輝というスペシャリストがいます。そこに加えて、まあ、オリンピックの個人総合つまりこう6種目トータルのチャンピオンである橋本大輝がいるというこの対決楽しみですね。楽しみですね。南選手毎回この構成が違うので、そうなんですよね、今日は何をやるのかなというそういう楽しみもあります、はいはい、そして最初に登場するのは萱和磨です。萱もずっと代表の常連で東京オリンピック団体銀のメンバーなんですが、まあ、今年に関してはこの代表争いという意味では今苦しい状況には置かれています。ただ萱もこのゆかとそしてこの後あん馬にも登場します。この代表メダリストとしての意地を見せてくれるかという演技になってきます。さあ萱和磨がスタートしていきます。予選は8位です。今年からこのゆかの演技というのは1分15秒の間に演技を行うというルールに変わりました。5秒その時間が伸びました。息を吐いてスタートしていきます。着地わずかに一歩です。今のが後ろに向かって2回宙返りをして2回ひねっています。今度は前向き、この後は連続技を予定しています。こらえました。ここまでいかがですか？着地いいですね、はい、しっかりと、まあ、ちょっと跳ねてますがこの緊張の中でいい着地をしていると思います。宙返り系以外にもこうしてフロアを使った技というのも必須要素になってきます。さあこの後は大技後方に宙返りをしながら3回半ひねるという技も持っていますが、ここは2回ひねりできます。2回半ひねりから前方の1回ひねり、さあ最後の着地注目です。少し右に動きました。萱和磨の演技いかがでしたか？前半の着地非常に良かったですね、はい、やっぱ後半ちょっとバテがちょっと見えたっていう感じで、まあ、最後の技が少し着地が惜しかったかなっていう感じですね。まあ、非常にこう萱としても、ね、予選で昨日あん馬のミスもありました。悔しい思いを抱えながらの今日を迎えた決勝ということになります。まずは男子というか萱和磨の演技が終わっています。女子の跳馬も決勝の演技が始まります。まず最初に演技を行うのは予選8位筑波大学の19歳坂谷凛音です。決勝では2本演技を行います。まずその1本目画面の右側に数字も見えていますが事前にやる技は決めています。ですから技の難度 D スコアは決まった中でこの演技を行います。着地わずかに前に一歩踏み出しました。村上さん印象いかがでしたか？はい、そうですね、跳馬に背を向けて前向きに着地をする、はい跳躍っていうのは、
回転をすごくかけなきゃいけないので、うん、ちょっと難しいところはあるんですけど、しっかり着地までまとめにいけてたのですごい良かったと思います。こうやはりね、前を向きながらの着地ですと、そのあと地面までどれくらいあってっていうのがね、なかなか最後まで見えないですからね。ギリギリまでちゃんと床を見て着地しに行かなきゃいけないので、はい、尻餅になってしまうリスクだったりとか、回転かけすぎると前に行ってしまうリスクだったりとか、まあ、そういうのが難しいので、やっぱ前向きのなんとか半ひねり、はい、1回半2回半っていうのはすごい難しい跳躍になってくるんじゃないかなと思います。そして今選手たちがその技の番号というのをまた変えましたけども、こうして事前に技決まってますから、はい、村上さん、ある意味ではもうここに立つと選手は出来栄えを上げるっていうことを、ね、目指すしかないわけですよね。もういかにこう線の真ん中に着地をして、はい、着地を止めに行けるか、 0.1 を拾いに行けるか、 または、助走をしっかり、走って、跳躍から着手から、跳躍後の高さをどれだけ出せるかっていう勝負になってくると思います。着地をする場所にはラインが3本引かれていまして、そこから、まあ、片足が出ますと 0.1 の減点、両足であったり両手、まあ、体の一部が出てしまうと 0.3 の減点ということになります。まずこうして選手たちは1本目の点数を待ちながら2本目に向けて気持ちを作っていくということになります。この待ってる間っていうのはどうなんですか、心境と。そうですね、まあ、私は、はい、個人総合の試合ですと1本しか飛ばないので2本飛ぶっていうのはかなり体力が使うので、まあもうちょっと休みたいなとか思いながら待ってるので、まあ人それぞれなんですけど。なるほど、はい、違った種類を2回飛ぶっていうのは違ったポイントを考えなきゃいけないので、ちょっと集中は必要になってくるかなと思います。坂谷の1本目の得点が出ました、 13.400 です。これから2本目、この2本目の得点と合計した得点が坂谷の跳馬の得点ということになります。今度は前転跳びで挑んでいく、ここもしっかりとまとめてきました。良かったですね。はい、まず跳馬1人目坂谷凛音、2本の演技をしっかりと終えています。そして男子の方のゆか、最初に演技をした萱の得点がこの後出てきます。この大会はこういった形で、まあ、男女がこう交互に演技をしていきます。これも種目別選手権ならではというこの動きになっています。体操の場合は難しさを示す D スコア、まあ、いわゆる日本語でいうと難度点ということになります。そして出来栄え点が E スコアです。出来栄えの方は10点満点からの減点方式です。ですから E スコアがどれぐらい出てくるのか、8点台どこまで出てくるか、カヤが 8.066 という出来栄えです。トータル 13.766 というカヤカズマの得点です。そして男子ゆかの2人目、上山蓮太郎が登場しました。鹿屋体育大学の4年生です。鹿屋体育大学も非常に体操の強い学校ですが、この鹿屋体育大学ではキャプテンを務めているという4年生。高校は名門の千葉市立船橋高校です。スタートしていきます。前方に2回宙返りをして最後半分ひねっていますので、着地が後ろ向きになります。非常に塚原さん、力強さ、ダイナミックですね。はい、高さがありますね。はい、予選では 14.100、まあ、後ろ向き前向きそれぞれ宙返りありますが、塚原さん、難しさの違いというのはどういうところにありますか。まあ、前方の方がギリギリまで地面が見えないので、はい、まあ、前方の方が難しいですよね。そうですか。まあ、ここがちょっと前向きになるんですけども、はい、うまくギリギリまで下を見といて前を向くという感じで、ここも前です、ね。はい、今の2本目は前向きに踏み切ってさらに着地も前向きというね。はい、さあ残りは10秒になるとこの合図音が鳴ります。後方へひねって少し着地がここは乱れました。鹿屋体育大学4年生の上山蓮太郎です。この後釣り輪でもこの人は決勝に残っているというところです。上山の演技、ガッツポーズが出ています。女子の跳馬、
4人目に13歳の斉藤かな子が大技を見せれば予選トップ坂口は最後に演技を行います。坂谷凛音の2本目の得点が出ました。 12.266 という得点ですから2本の平均得点 12.833 が坂谷凛音決勝の得点となりました。決勝2人目、順天堂大学の青木めぐみです。まずこの挨拶を笑顔でやることが自身のルーティーンだと話す青木めぐみ。さあ高さのある跳躍を見せられるか。1本目伸身の塚原1回半ひねり、高さどうでした？かなり良かったですね、最後までしっかり床を見て着地まで狙いに行けてたのもそうなんですけど、着地してからの高さが空中時間がすごく長かったように感じるので、すごく良かったと思います。本人も今笑顔が見えました。この E スコアの部分で言いますと高さであったり、やはりあとは村上さん、この空中での姿勢ですか？そうですね、滞空時間がすごい長い方がやっぱり採点競技ではあるので、残像に残って、はい、頭の残像に残っている人の方がやっぱり上手に見えてくるので、高さのある跳躍を目指すっていうのはすごくいいことだと思います。今助走のところでちょっとこうね、逆立ちをして倒立をして姿勢を確認してっていうのもありましたけども、そうですね、1本目と2本目やっぱり違う跳躍を飛ばなきゃいけないので、はい、また違ったアップをしなきゃいけないっていうのと、すぐに、次の跳躍のために意識を変えなきゃいけないので、そういうアップをする選手が増えてくるかなと思いますね。この跳馬の2本では1本目と2本目で踏み切りの形であったり空中姿勢であったりというのを変えなくてはいけません。青木で言いますと1本目はそのちょっとこうね、手をついてひねりながら飛ぶような感じだったんですが、2本目は今度は前転飛び、まっすぐ向かっていってそこから前転をしながら飛んでいくような、そうですね、あの技を予定はしています。着手の姿勢が前向きか横向きか、またはバク転入りユルチェンコ入りで、もうあの種類が違っても空中の間のひねりの数も同じではいけないので、はい、2回ひねりと2回ひねりはダメなので、そういうところもあの違った跳躍をあの見ていただいたら嬉しいなと思います。結構こうユルチェンコと言われますね、いわゆるこうロンダードのような形で後ろに入っていく飛び方する選手も多いんですが、やっぱりこれはもう個人のなんて言うんでしょう、得意不得意好き嫌いみたいなことなんですか？そうですね、比較的ユルチェンコがあまりできない人っていうのは、恐怖心があるっていう言葉を発する人が多いので、跳馬に入る前にロンダートしなきゃいけない恐怖心がすごく怖いっていう方はすごく多いかなと思います。青木の1本目の得点 12.766 という得点が出ました。 E スコアは 8.5、中盤あたり、8点台の中盤あたりという E スコアになりました。さあここから2本目です。今度は先ほどと違い、まっすぐ向かっていく前転飛び、そこから屈伸の宙返り、ひねりも加える、ここも後ろに一歩まとめてきました。青木自身が意識するその高さのある跳躍、2本見せてきました。男子ゆか2人目に演技をした金谷体育大学の上山蓮太郎です。出来栄え点 8.366、 まずまずです。 14.166、 予選よりも伸ばしてきました。ゆかの場合はどうしても着地の回数が多いですので、 E スコア、出来栄え点の減点が多くはなります。ですから8点台の半ばが出てきますと非常に高得点と言えます。筑波大学の2年生平松光が登場です。この平松も出身高校はいわゆる市船、市立船橋高校です。上山が橋本の一つ上、この平松は橋本の一つ下、今でもたくさん相談に乗ってもらっているということです。さあスタート、一歩です。今度は後方です。2回宙返り、2回ひねり、今のが E 難度ですから、この段階で 0.5 点が加わっていきます。それが D スコア。宙返りの高さや着地姿勢注目をしてほしいということですが、ここまで塚原さんいかがでしょうか？ちょっと3コース目が、はい、蹴るところが少し抜けて危なかったんですが、はい、うまくこう着地カバーできてましたね。今踏み切りがこう抜けることがあるんですね。そうですね、ちょっと蹴りがうまく入らない時があるんですけども、空中でうまく修正してましたね。はい、はいはい、着地ここはしっかり今蹴りが入ったので、はい、着地も良かったですね。このひねりを伴わない
宙返りと組み合わせると加点ももらえます。最後はちょっとこらえました。まあ、自慢できる体の部位はふくらはぎというふうに答えてくれています。この平松光が確かに立派なふくらはぎをしています。女子の跳馬、自身の演技を終えて笑顔が見えます。順天堂大学の青木めぐみ、2本目の得点は 12.600 という得点でした。2本の平均得点 12.683。 この種目別決勝の演技を終えた青木めぐみです。さあ3人目は関西大学19歳土谷ありさです。土谷は1本目ユルチェンコ飛びからの1回半ひねり、ロンダードのような形で、まあ、後ろ向きに飛んでいきます。助走に入っていった。ちょっと着地低くなってしまいました。村上さん、今の演技は印象いかがでしたか？はい、やっぱり体が身長がすごく高いので、はい、やっぱり体を締めなきゃいけなかったりとか、人より多く回さなきゃいけないっていう面ではやっぱりちょっと難しいのかなと思うんですけど、うん、もうちょっと回転がかかってると前に着地いけたので、もうちょっと高い高さで着地ができたんじゃないかなと思います。体を締める、このですから空中の時にぐっとこうね力を入れてっていうところですよ ね、 そうですね。ちょっと着手で肘が曲がっていたりとか、はいはい、あの回転がかかってなかったので、まあ、そういう面で前向き着地っていうのはやっぱ難しいところかなと思いますね。あ、なるほど。まず1本目、まあ、ここはラインのオーバーもありましたので、その分の減点もあるかと思います。こう飛んだ瞬間に分かるものですか？あ、ちょっとやばいなっていう。そうですね、はい、私は分かりますね。あの飛ぶ前、着手する前の、ロンダート入りでいうと、そこの距離感だったりとか、はいはい、自分のそのロンダートが立ててないとか、まあ、そういう面で判断して、ちょっとひねりを早くかけて仕掛けて着地を早く取りに行くとか、そういう操作はするようにはしていますね。一瞬なんですけど、やっぱり細かい調整があるんですね、そこにね。そうですね、もうたった 0.1 秒で、はい、ものすごいいろんなことを考えて、はい、あの対応しています。いや、ですから土谷も、まあ、去年この種目別では決勝に進めませんでした。14位という結果だったんですが、今年は決勝まで残ってきた。ですからこの決勝の舞台で演技をしたというところ、また次に向けてはもう一つというところもあるかもしれません。さあ、本人はまず1本目を置いて、ここから2本目に向けてまだ気持ちを作っているところかと思います。やっぱ1本目の跳躍があまりうまくいかなかった時に、はい、2本目に、引きずってしまう時もあるので、そこの切り替えをしっかりしてほしいなと思います。今もうこのですから土谷は頭の中では切り替えよう切り替えようと、はい、もしかしたら考えてるかもしれないですね、はい、逆にね、こう頭をそれでいっぱいにしてっていうようなところもあるかもしれません、はい、2本目は今度は伸身の塚原飛び1回ひねりですから、先ほどとは違い、まっすぐ向かっていったところから着手の瞬間に少しひねるような格好になります。1本目の得点が出ています。減点が 0.1、 ラインを片足オーバーしましたので 0.1 の減点がありました。 12.533 という1本目の得点です。さあ、またもう一度集中をして2本目です。一つ大きく息を吐いてから、今度は綺麗に決めてきました。切り替えをしっかりとして2本目はまとめてきた土谷ありさです。男子のゆか3人目に演技をした平松光雅の得点です。 14.000、まあ、予選は会心の出来でガッツポーズも出ていましたが、まあ、少し本人としては納得がいかないかなというところかもしれません。筑波大学の2年生です。さあ、そして前半組最後に登場します三輪哲平です。順天堂大学の4年生、出身は静岡、高校は大阪の名門清風高校です。三輪哲平も冒頭大技のリ・ジョンソン G 難度という技を予定していますが、3回ひねる、完璧ですね、はい、後方に2回宙返りしながらひねりは3回です。今度は今1回ひねりが少ない、
G 難度から E 難度へ。今度は前方系の技、うん、非常にいいですね、ここまで。いいですね、はい、続いてますね。そして同じコースを一往復半すると今度はこの進むコースを変えなければいけないというルールもあります。非常にここまで安定感のある三輪哲平、この大会が始まる前の段階では代表に入る可能性というのも残していました。予選の結果を受けて少し今は苦しい状況にはなっていますが、もともとこの人は高校3年生の時にはインターハイ個人総合優勝、高さがある、うん、前向き着地見事、かなりこれはレベルの高い演技になっている。ラスト3回ひねりこらえました。三輪哲平見事。お疲れさん、いかがでしたか。ほぼ完璧でしたね。ほぼ完璧、はいはい、最初の着地が良かったらちょっと油断して後半乱れたりするんですが、はい、最後まで集中力を切らさず完璧な演技でしたね。そして女子跳馬の得点が出ましたね。土谷の得点が出ています。2本目13点台にやはり乗りました。 12.799 という得点でした。さあそして前半最後4人目、斉藤かな子です。1本目いきなり大技チソビチナ、 D スコアが 5.4 というスコア。前転跳びから前方伸身宙返り1回半ひねります。予選では見事に立ったその技、さあ果たしてこの決勝どうか。前に一歩、それでもしっかり立ちました。村上さんどうでしたか。すごいですね、これだけの観客の中で一人だけの演技のこの緊張感で決めてくるっていうのはやっぱさすがですね。何かこうそして決めた後のこの表情も、まあもう決めて当然なんですよというぐらいのね、自信があるように見えますね。そうですね、ちょっと一安心してるような顔はしてるかなと思います、ね、はい、やっぱりチソビチナの跳躍が上手な人って、ロイター版から着手するまでの足の振り上がりがかなり上手な選手が、やっぱ飛べる特徴が多いのかなと思いますね。やっぱりこの技がその決まるかどうかの難しさっていうのはそのあたりなんですか。そうですね、やっぱり、まあ、回転数をかなりかけなきゃ勝てないような跳躍になってくるので、はい、なかなか挑戦する人は少ないのかなと思います。ですからまずこの斉藤かな子1本目チソビチナ D スコア 5.4 という大技、まあ、着地が前のめりにはなりましたが、はい、しっかりと立ちました。そして2本目なんですけども、2本目予選では D スコア 4.8、まあ、伸身の疲れ1回半ひねりという技になったんですが、本人の技の、まあ、申告といいますかね、私たちのアンケートにも答えてくれてるんですが、2回ひねり 5.2 という技も狙っていくということですから、すごいですね、はい、使うのは2回ひねりですかね、これですから 5.4 と 5.2 D スコアで2本揃えられると大きいですよね。そうですね、やっぱりチソビチナを、習得したする練習の段階で足の振り上げが、練習段階の一つなんですけど、そこが上手になってくると、塚原系こういう、足の振り上げですね、うん、が2本目の側転入りになってくるので、その跳躍に活かせることになってくるので、多分両方得意になってくるんじゃないかなと思います。ある意味チソビチナの練習がこの2本目の方にもつながっていってるんですね。そうですね、はい、もう体をまっすぐの状態で、はい、跳馬の上に乗っていかなきゃいけないので、自分の身長分足を振り上げなきゃいけないっていうのはかなり勢いが大切になってくると思うので、助走をもう全速力で走って跳馬のロイター板を鋭く入って足を振り上げるっていうのがすごい上手な選手なのかなと思います。1本目の得点が出ました。 D スコア 5.4 に対して出来栄えを示す E スコアは 8.533 という得点になりました。14点に迫る得点をマークしています。はい、お願いします。さあ2本目、予選では着地で横に大きく乱れたこの2本目の跳躍、で2本揃えれば種目別の優勝というところも見えてくるか。
ですね、はい、はい、本人もここで笑顔が見えました。13歳斉藤かな子、大技含め見事に2本決めています。男子宮鉄平、やはり高い E スコアが出ました。 14.466 現状、これで宮鉄平がトップに立って、まずは4人が終わりました前半です。さあ、そして後半組のウォーミングアップが始まりますが、世界体操種目別銀の南と、そしてこのオリンピック個人総合チャンピオン橋本。さあ、塚原さん、橋本がね、非常にこう予選いい演技でしたよね。はい、はい、まあ、橋本選手もあの1本目にリ・ジョンソンやってきますので、はい、そこが決まると後半にいい演技が続くと思います。先ほどあの三輪哲平が決めていましたね、後方に2回宙返りしながら3回ひねる技、まあ、予選で見せたこのリ・ジョンソン、これが G 難度、素晴らしい出来栄えでした。まあ、予選では非常にこう余裕もあって、そして演技が終わった後には自ら拍手をしてピースサインを、ね、するという、そんなシーンもありました、この橋本です。さあ、そして橋本に大会前にね、話を聞いています。決まってる中ではありますけれども、世界選手権ちょっとずつ近づいてきてます。今大会どんな位置づけで、どんな思いで臨むか教えてください。まあ、まず世界選手権の決勝というか、戦っていく中で必要な演技構成を今回入れていきたいなという形で、いろんな技に挑戦してきたので、まずは、まあ、前哨戦っていうわけではないですけれども、しっかり全種目出る中ではないんですけれども、やりたいことというか自分のやりたい演技を、しっかりイメージして、しっかり自信持って、あとは気持ちよくやりたいなと思ってます。フルフルのフルワーク。予選トップで見事このゆか、決勝に挑んでくることになりました橋本大輝です。そして世界体操の銀メダリスト、まあ、まさにスペシャリストといって南もいますが、塚原さん、南の持ち味はどのあたりになりますか。得点が、大西さん、まず跳馬の得点ですね。斉藤の2本目は 13.900、 やはり2本目も14点に迫る得点ですから、2本の平均 13.916、 決勝で高い得点をマークしました斉藤かな子です。さあ、塚原さん、南についても一言いただけますか。はい、南選手はあの1本目、あのルドルフハーフですか、そこから連続するという予選の時見せてたんですけども、はい、うん、はい、それがすごいインパクトがあって、そこは見どころだと思いますよね。まあ、ルドルフというのが、2回宙返り2回ひねりで、さらに2回半ひねりにするということですね。2回半から連続するということですね。はい、さあ、そしてすでに代表に決まっている土井亮輔、登場しました日体大です。あの日体大ということで、ここは村上茉愛さんにも伺いしたいんですが、はい、土井選手、どんな魅力の選手ですか。そうですね、何をやるにも天才型だなと思っています。お、天才型、はい、もっと練習すればもっと伸びてくる選手ではあると思うんで、はい、でやっぱ天才型っていうので、いつでもできるっていうのはあるんですけど、もっと普段から真剣に練習に取り組んでいく選手だなと思ってます。もう先輩として、そしてコーチとしての、ね、お言葉ですけれども、はい、あの内村航平さんが、ね、あの日体大 OB でこの今、ね、あの土井のことも指導されているそうで、はい、内村さんからもお前そんな練習じゃダメだぞとかなり言われたというふうに、ね、土井選手は言っていました。ただ、まあ、そこからね、また気持ちも新たに見事世界体操の代表の座を掴んだのがこの土井亮輔、日体大3年生スタート。高いリ・ジョンソンですね。今のは3回ひねりリ・ジョンソンです。はい、新たにこの大会に向けてね、入れてきたリ・ジョンソンです。今のも3回ひねりですね。前方3回ひねり、はい、白井3ですね。はい、そうですね。かなりこの、まあ、NHK 杯の時よりも難度をさらに 0.2 上げてきた構成でこの決勝は挑んできています。やはり日体大ということで白井選手にも教えてもらってると思うんで、それを本当よく受け継いでるなという演技ですよね。ね、はい、白井健三さんがいて、まあ、そして、ね、村上茉愛さんもゆかの、まあ、本当に金メダリストですから、まあ、一歩です。3回半ですね、はい、後方3回半ひねり、はい、今度は前方系の連続です。1回ひねりから2回ひねり、止まってます。さあ、世界体操代表にすでに決まっている最後の着地はどうか。土井亮輔まとめてきました。これでですから塚原さん 6.4 という構成挑んできましたね。はい、白井さんも拍手です。どうでしたか。いや、もう
白井選手を見てるかのように、はい、すごいひねってましたね。ちょっとこれは得点も楽しみになってきます、はい、女子の跳馬も後半の選手たちの演技が始まります。レジックスポーツ牛奥小羽根、尊敬する選手は村上舞さんというふうに答えてくれました。ちょっと恥ずかしいですね。そうですか床の表現力と足の強さ、メンタルの面で尊敬しております。ありがとうございます。さあ牛奥は得意の跳馬、1本目ユロシェンコから2回ひねりました牛奥小羽根はやはりこの跳馬ですよね。そうですね、はい、もう体にバネが入っているかのように、うん、あの跳躍も高いですし、走るのもすごい速い選手だなと思ってます。ああ、助走のスピードもあるということですか、はい、この足元からご覧いただきますが、あの全日本の個人総合予選でも全体で2番目のスコアをマークしました、この牛奥小羽根の跳馬。着手の前に、はい、体がすごく伸びているので、そこがやっぱり後方に2回ひねるための、距離、着地までの距離があの大きくなるので、そこはすごく活かせてるんじゃないかなと思います。スピードを出して高さをそこでバーンと出したところで、しっかり回りきる時間が稼げるわけですね、はい、まあですからこの跳馬の場合には、前半でも触れましたが、技の難度はこうして技で一つ決まっています。ですからあとは出来栄えをどう上げていくか、あの空中で少しこうね、膝が割れないようにしなきゃいけない、そこに隙間が出なきゃしなきゃいけないっていうふうにも聞きますけども、はい、その辺はもう力を入れてどう締めるかということなんですか。そうですね、やっぱり着手が、詰まってしまったりとかすると、はい、ちょっと膝を曲げないと回転力が出てこないとか、そういうので調整してる選手もいるんですけど、やっぱり 0.1 を拾いに行くのであれば、膝つま先をきちんと伸ばして完璧を求めるべきなのではないかなと思います。空中に浮かび上がったところで足であったり膝が開く、また膝がこう曲がってしまうなどしますと、その程度に応じて E スコアから 0.1、0.3 というふうに減点をされていきます。さあ牛奥小羽根は去年はこの種目別跳馬は7位でした。今年はこの決勝で果たして頂点まで届くかどうか。1本目14点台乗ってきました。 D スコア5点に加えて E スコア 9.066、 以上の9点台が出ましたね。そうですね、やっぱり大きな足割れもなく着地もまとめていたので、はい、9点台乗せれたのではないかなと思います。さあこれで2本目の得点がどうなるか。今度は伸身の塚原、1回半ひねり D スコアは 4.8。 ここもわずかな1本まとめます。得意の跳馬で2本、しっかりとした演技を終え、今笑顔を見せました牛奥小羽根です。さあ土井亮輔の得点ですが 14.766、これは高い得点、予選よりも 0.5 上げてきました。この D スコアも 6.4、まあ、これまでは 6.2 の構成だったんですがね、世界体操に向けても一つここはレベルを上げてきました。土井亮輔トップです。そして徳洲会体操クラブの松見一樹です。24歳、ひねりのキレ、着地姿勢の高さに注目をしてほしいと語っています。予選は床全体の3位、橋本みなみに次ぐ3位でこの決勝に上がってきています。余裕のある2回ひねりです。あっと、これはこれですからさ、かなり大きな減点になりますね。そうですね、ちょっとしゃがんじゃいましたね、着地の時に。あっと両足が出たか。両足が出ると 0.3 の減点になります。片足であれば 0.1、まあ、非常にこう勢いの、ね、あるこの演技なんですが、その分やはり塚原さん、こう勢い余ってしまうということもありますね。そうですね、その良すぎてもダメというところが非常に難しいところですよね。はい、はい、3回半ここはしっかり決めてきました。今のが E 難度。ひねり早いですね。ひねりが早いんですか。早いですね今。
まあ、本人もひねりのキレが持ち味と語っています、はいはい、さあラストは3回ひねりです。余裕を持って着地しました。後半は非常に良かったですね。そうですね、はい、まあ、そのひねりが早い分後半に余裕ができるので着地も止まりやすくなるという感じですね、はい、はい。この後つり輪にも登場してきます松見一樹です。牛奥小羽根1本目に続いて2本目もいい演技を見せました。果たして得点がどうか、今得点を待っています。まあ、1本目で E スコアも9点台に乗せました。2本目もしっかりまとめてきた。おっ、本人は驚きの表情も少し見えたが、 E スコアこちらも9点台、2本目は 13.833 ですから、平均得点 13.949、 斉藤を上回り、ここで牛奥がトップに立ちました。いや、村上さん、やはりね、2本しっかり揃えてきましたもんね。そうですね、もう本当に着地までまたは着手の肘曲がりをまでこだわって頑張っていってほしいですね。さあ、そして今度は14歳後藤好花、うん、ちょっと弾んでしまいましたね。はい、この後藤が14歳米田勲体操クラブ決勝8人のうち6人目という演技者です。ただ村上さん、今大会本当にこうね、13歳14歳若い世代の選手たちの活躍というのは目立ってますよね。そうですね、本当に皆さん若いなと思っていて、いつも同じ班で回ったりするんですけど、私が皆さんのペースについていくのに必死でした。そうですか、はい、この後藤も本人の座右の銘、勝っておごらず負けて腐らずというのが座右の銘だそうで、かっこいいですよね、はい、14歳でその座右の銘というところですが、まあ、1本目の演技は着地少しこう止めきれなかったかなというところですか。そうですね、やっぱり前向き着地っていうのは勢いをしっかりつけて、床を見て着地しに行かなきゃいけないので、そこの調整はちょっと難しいのかなと思います。こうまさに止めに行くというふうな言われ方もしますが、はい、どの、まあ、角度力でどう入っていくかっていうところなんですね。そうですね、まあ、でも全てはやっぱり着手で決まるので、そこがうまく入らないと着地を、まあ、止めに行こうとしても尻餅になってしまったりとか、そういうところはあるので、やっぱり始まりが一番大事だなと思います。やっぱりこう、じゃあ助走から手をついたこのところでどこまで自分の思い描いた形に入れるかなんですね。そうですね、はい、後藤好花はこの後2本目伸身の塚原1回ひねりを予定はしています。まあ、本人はジュニアナショナルのトライアウトで、まあ、惜しくも残念ながらといいますかね、落ちてしまったんですけども、うん、その時に上手な選手をたくさん見てもっと頑張ろうと思ったことが今の自分につながっているというふうにも話してくれました。1本目の得点は 13.466 です。さあ、2本目予選では E スコアも高い得点をマークはしていました、この後藤。まずその着手で思い描いた形が入れるか、後ろに弾みましたが、2本目の演技を終えました14歳の後藤好花、種目別決勝跳馬の演技を終えています。松見のゆかの得点、やはり両足が出ていましたか、 0.3 の減点があります。 E スコアも伸ばせませんでした、 13.533。 ただまだつり輪の決勝にも松見は登場してきます。いよいよ男子のゆかはあと2人、去年の世界体操北九州種目別ゆかの銀メダリスト、世界の銀メダリスト、この種目別ゆかはこの全日本4連覇がかかります。南一樹登場です。今日はどんな構成で来るのか、まあ、冒頭後方2回宙返りの2回半ひねりからの連続というのがあるのかどうか注目しましょう。南一樹連続してきた、これは塚原さん、なかなか他の選手では見ないですね。はい、リジョンソン、リジョンソン3回ひねってきます。やはり高難度の技を高いレベルで決めてくる、前方3回、大体3回ひねりですよね、それだけでももうすごいと思います。前向きの宙返りで3回ひねりというのは非常に難しい技。
ちょっと危なかった。はい、やや膝は曲がりました。止めています。怖いですね。このゆかは圧倒的に点差をつけて優勝することが目標と語りました南一輝です。入ってくる。3回半いきました。すべての技が超ハイレベル。これ D スコアどうなっちゃいますかね。すごいですね、難度点を含めてこれはさすが世界の銀メダリスト、これぞスペシャリスト、これぞこの種目別選手権の醍醐味というところをね、南が見せてくれました。この後橋本もいますので、この南対橋本というところの勝負も非常に楽しみになってきます。女子の跳馬後藤の得点が出ています。2本目が 13.233、 日本の平均得点 13.349 という得点になりました。さあ女子の跳馬もあと2人、岩崎夏目がこれから演技を行います。ここは高さのある演技を見せました。村上さん、今の演技の印象いかがでしたか？そうですね、もう着手もしっかりと肘が伸びていて、着手までほぼ止まっているぐらい良かったと思います。この岩崎が予選2位でした。ここから逆転を狙えるかというところ、岩崎は1本目伸身の塚原1回ひねり、これが D スコア 4.4 という技ですから、E スコアで高い点を出していかなくてはというところになります。そういった意味では E スコアも期待できる演技になりましたかね、この1本目は。そうですね、結構点数は伸びてくるんじゃないかなと思います。はい、このあと2本目にユルチェンコの2回ひねりですから、 D スコアでいうとさらに上がる技を予定しています。岩崎夏目、2本目に難しい技を持ってくるっていうのはちょっとあれですね、あまりないと思いますね。大体は1本目に先にやって、ちょっとリラックスして2本目に挑むという形なんですけど、はい、もしかしたら1本目に、気楽なのを、飛んで体を少し動かしてから2本目しっかりと跳躍を飛んでいきたいという戦略なのかもしれないですね。そういった意味では今日もこの1本目いい形での演技になりました。はい、今この岩崎がやってるのは空中姿勢の確認みたいなことですか？多分、着手した後ひねりのかけるきっかけのところをイメージしているんだと思います。はい、ただ1本目の得点 E スコア 8.633 という形になりました。 13.033 という得点です。さあ2本目、難度が上がるユルチェンコの2回ひねり、今度は D スコア 5.0 の技。膝をついてしまいました。少し高さが足りなかったんですか？ちょっとロンダートの後お腹が抜けて、全部回転が空回ってる状態だったかなと思います。2本目は悔しい演技になりました。そして南一輝 14.800、 この D スコア、難度を表す D スコア 6.6、 これは非常に塚原さん高いですよね。高いですね。でも種目別でちょっと厳しめで点つけて 14.8 なんで、すごいと思います。はい、その南に挑んでいきます。個人総合のチャンピオン、オリンピックチャンピオン橋本大輝。この橋本も冒頭後方2回宙返り3回ひねり、 G 難度リ・ジョンソンを予定しています。勢いよくいった、前に一歩。2回ひねりピタリ、着地は止まることも大事ですが、この腰の位置の高さも重要になってきます。ちょっとギリギリ、赤い旗は上がっていません。すでに世界体操リバプールの代表には決まっています。ですからそこに向けて、秋に迎える世界との戦いに向けて何かを掴んでおきたい、この種目別選手権です。
ここまでどうですか、塚原さん、ご覧になって。まあ、1本目のリ・ジョンソンが少しちょっと前にかかったぐらいで、はい、まずまずいい出来だと思います。今度は後方に宙返り2回半ひねって前方宙返り、組み合わせ加点 0.1 です。最後大きいですね、止まると余裕がありました。最後着地を止めてきました橋本大輝です。本人笑顔、そしてガッツポーズ。昨日の予選から、そして今日の決勝へと、2日連続このリ・ジョンソンを入れる高難度の構成で挑んできました。さあ振り返りましょう。これが最初のリ・ジョンソンですね。塚原さん、いかがですか。ちょっとこの後、はい、3回ひねります。実施は良かったんですが、ちょっと狙いが、はい、ちょっと手前すぎるという感じですね。その分体重が、そうですね、前にかかったんですね、はい、もうちょっと起こすとちょうどまっすぐになるんですが、起こしすぎても後ろに行ってしまうんで、はい、ここの着地は良かったですね。橋本も非常にこう床では高得点を、ね、取れる選手ですよね、はい。まあ、最初以外他はほぼ着地が止まっていたんで、高得点出てくると思います。はい、はい。女子の跳馬、岩崎夏目の得点が出ています。2本の平均は 12.766 という得点になりました。さあ、種目別の決勝、女子跳馬最終演技者、坂口彩香です。世界体操代表争いも繰り広げるこの坂口彩香。跳馬1本目はユルチェンコの2回ひねり、 D スコア 5.0、 予選では出来栄えの E スコアも 9.2 という高い得点をマークしました。さあ決勝どうか。今村上さんからはうんという声が漏れましたが、どうだったんでしょうか。まあ、普段ちょっと見てるからっていうのもあるんですけど、はい、まあ、もうちょっと緊張している部分があるのかな。あ、そうですか。着手でちょっとあの詰まっている分、はい、回転が足りなかったので、ああいう風に膝を曲げて着地しないと縦に行けないっていう跳躍だったのかなと思います。あ、なるほど。まあ、やはりこの種目別、しかも代表のかかった中でという緊張感もあるかもしれません。あの、男子解説の塚原さんは、はい、この坂口選手にはどんな印象をお持ちですか。坂口選手も早い段階からこの2回ひねり飛んでるんですけども、うん、この足のブレですね、はい、そういうものが跳躍の時に非常にこう足が閉じているので、非常にあのいい跳躍してるなと昔から見ていました。なるほど、はい、あの確かにこう足がピッとその隙間なく締まっている、この美しさもありながら、ただ村上さん、やっぱこうダイナミックさも感じるんですよね、我々見てると。そうですね、走りが速くて勢いもあって、うん、あの跳躍までつながっているので、インパクトにはすごい残る跳躍をしてるんじゃないかなと思います。うん、坂口まず1本目の跳躍を終えました。そして床ですね、男子足元の得点が出ました。 14.700、 本人ちょっと膝をつきましたが、橋本は3位、優勝は南一輝がこれで4連覇、2位には土井亮介入って3位に橋本ということになりましたね。また後ほど詳しい順位は整理をしていきます。さあ、では女子のね、1種目目跳馬のラスト1本見ていきましょう。橋本大輝が心の底から悔しそうな表情と声を見せていましたが、さあ坂口の1本目の得点が出ました。 13.966、 こちらは坂口の代表争いももちろんなんですが、この種目別の優勝争いという意味で言いますと、牛奥小羽が現在 13.949、 2本の平均得点でトップです。さあ、果たして坂口はその2本目どんな点数が出てくるかですが、今度はしっかり着地も決めた。村上さん、1本目は緊張感も見えたというお話でしたが、この2本目いかがでしたか。そうですね、着地まで狙っていて、すべて体も伸びていたので、かなり良かったなと思います。あ、そして今南の表情も映りました。はい、では男子の床の順位を整理しておきますね。南一輝、見事 14.800 で、この種目別床
4連覇達成。そして世界体操代表の土井陵介が2位に入って、3位に橋本大輝。ただ橋本のこれ E スコア、出来栄え点が 8.7 ですね。塚原さん、これは高いですね。高いですね、最初以外ほぼもう止まっていたんで、はい、これぐらいは出ると思いますね。そうですね、はい、4位以下はご覧の通りということになってますが、スペシャリストとしての南の改めて今日の演技いかがでしたか。いや、やっぱりもう最後の最終の技が3回半と、はい、そうでした。他の選手ともうそこが違うだけですごいなっていうことが分かって、はい、なんかすごい分かりやすくすごかったなというのが印象的ですね。はい、これあと世界体操の団体を考えますと、土井もここまでレベル上げてきましたんで、土井と橋本でこの点を床で取りますと、まあ、これ非常に団体としても日本床も層が厚いですね。頼もしいですね、はいはい。さあ、そして女子跳馬、坂口の得点が出ました。 13.599 という得点になりました。坂口は3位です。ですから女子の跳馬優勝は牛奥小羽根、本人の目標達成、見事種目別の優勝ということになりました。2位に13歳の斉藤、3位代表争いをする坂口という結果です。番組では皆様からのツイッター上でのコメントも募集しておりますので、どしどしお寄せください。谷川翔セントラルスポーツ、続いて女子跳馬の選手をご覧いただきます。さあ、2種目目に入っていきます。男子はあん馬、女子は段違い平行棒です。まず男子のあん馬ですが、後半組の注目点としてはもう代表争いです。世界体操代表を争う杉野と谷川翔が後半に出ていきます。そして前半の注目は東京オリンピック銀メダルメンバーが3人揃っている、団体銀メダルの橋本大輝、北園丈琉、そして最初に演技するのは萱和磨です。萱は東京オリンピックでこの種目別あん馬でも銅メダル、世界体操北九州ではあん馬銀メダルを取っています。塚原さん、昨日の予選ではね、はい、あの落下というミスがあって本人悔しい思い、この1本に今日かけ